ということでね、あ、これから報酬は、ボルーナ様、駅施工のお礼です。的な意気をありがとう。乙女宝もお礼だけど、これは二人にね、やったので、中身は後で二人で見る。ボルーナ様だからね。このお礼はね、プープーと二人で一緒に見たいと思います。あ、ボルーナ宛てで一緒の方がいいかな。ちょっと、どう？なんか、でもちょっと反応も見てみたいな。あ、なんかわためちゃの。センスないのなら、ないのらね。ダサいのら。うるさい。ハートってわからない。色合いがおばあちゃん。まあいいかこれで。センスねえろ。まあいいかこれで。大事なのは気持ちだから。よし。これでいいのら。素敵な意見をありがとう。あねー。今日は冒険行く前に、前回二人でこのラムベガス駅にを作ったということで、渡辺さんからね、なんかお礼が来てるっぽいなよ。ここ、え、それってんな感じじゃなくて、あらら、見て、読んでこの看板を。ボルーナ様、駅施工のお礼です。うん、素敵な駅をありが、え、すごい、なんやったやん、やったやん。ボルーナ様宛てになんか届いてます。ボルーナ様宛てなの？そうだよ、二人だから。せーので、せーので、え、まあ、せーので開けよう。せーので、せーので、わかった。えへへへ、一人開ける。せーの、カカ。おー、なんかめっちゃある。わたメダルだ。わたメダルってなに、すげー。なんかゴシラみたいな。なんだこれ、すげー。なんでこの真ん中の38個ってなんか意味があんの。あまり余ったやつじゃん。余ったやつだね、のこれ。下の7もなんか金が7個ありますけど。すげえ、ダイヤモンドまで貼ってんだけど、いいの？本当だ、もらっちゃっていいの？これ早いところなんか鍵つけたいんだけど大丈夫かな。ほら、もらっちゃいいのかな。わためなるもこれ使えるかわかんないけど、お花になんかこのね、お花に囲まれてる感じがする。あ、確かに紫色のお花に囲まれている金とダイヤ。すげえもらっちゃっていいのかな。ね、うわー、いいんじゃないの。わたまちゃん、ありがとう。ありがとう、いただきます。え、あ、裏にもそっか、書いてあるって言ってた。羊の絵文字って、ポポのマイクラだとこうなるんだ。感心した、遊びに来てね。あ、ね、なんか絵文字が使えるようになったらしいね。うん、絵文字がなんかそのまま反映されるんだけど、ただ。すげえ。パッと見羊かわからないものになっているが、なんかいる。なんかその昔の壁画に書いてある動物みたいな。それだ。それだわ。角とかもなんもないから。やったねー。